大事なお知らせがあって、もうそろそろイギリスに帰る時間がやってきました。なんですけど、もっと大事なことは、明日千葉県の柏市の616というライブハウスでショーがあります。なんでまた来ます。で、そのそこで悲しいことに、行きも僕一人にされましたけど、帰りもこの二人帰ってしまいますよ、明日で。で、その土曜日は下北沢のモナレコーズっていうところで UK 弾き語りしますアコースティックギターの、こう今日やらなかった曲、スパゲッティって曲とかハンバーグっていう曲とかあるんだ。冗談じゃなくあるんだ。欲しかったらやるぞ。今 CDR こうなんかペラペラっていうのあるから。で、その CDR も欲しいだけども、もっと大事なことは、今日1890円の6曲入りっていう CD がある。買うんだろうな。買うだ。俺がイギリスに帰れなかったらお前たちのせいだからな。ヒント。今日お昼何食べたんだ。ごめんなさい、アメリカンなテキサスハンバーガー食べました。そうだ、ごめんなさい。俺が何食ったと思ったか分かるか。何です。家から持ってきた和菓子を一個ずつ大事に大事に野菜ジュースで、そしたら合わへんや、ちょっとでもお金使わなくて済むかなと思って。しかもこう食べるとお腹すくから、ちょっとずつちょっとずつそれをこう細かく食べて、今の時点までまともなもの一個も食べてない。食べればええやん、大人やろ。分かったか。お前たちが CD を買わなかったら僕が餓死してしまうっていう、手に和菓子を持って。なんでそこ和菓子なの。フィッシュ&チップスって言うとけよ。悲しいことに和菓子しかない。悲しい。しかもまだ結構残ってんだね。ようあれでもらうでよ、あれでな。今日ありがとう。そしてさっきのレディオとかチョコレートとかはその6曲入りの1890円の CD に入ってて、あとブラックドッグとかチーズケーキとかその辺は最初の CDR なんだけど1000円で、これちょっと枚数少ないんだけど持ってきてるんで、まあこう、まあ、せっかく見えから、あ、イギリスから来たんだし、もう言い直さんでいいよ。買ってやるかっていう意気込みがね、東京好きだよ。ごめん、話長くなるけど、これ言うとかな。今日プラスティックモードの皆さん、本当にありがとうございました。呼んでいただいて、今回、ちょっとツアー組むきっかけになったんで、本当に、まあ、後でちょっと打ち上げてゆっくり、感謝を申し上げます。そして、マンダラ2の、方、ありがとうございました。ちょっと顔見えないんですけど。ありがとうございます。そして、お客さん、CD 買ってくれたらありがとうございました。ひどい言い方やね、それ。じゃあこの曲聴いていいと思ったら CD 買って帰ってね。最後の曲になりますけど、今日は本当にありがとう。このままプラスチックモードにつなぎますんで、今日はせっかくの夜なんで最後まで楽しんでてください。今日はありがとうございました。じゃあ UKR モード必殺いくぜ。食べ物の歌だけども